私たちの目標は、未来にわたって美味しく高品質な紅茶を届け続けること。そのために茶園の周辺の環境を守りながら、茶園で働く人々の生活水準の向上を支援しています。また日本国内で使う電力を 100% 自然エネルギーにするといった取り組みのほか、サステナビリティに関するワークショップも実施しています。飾らない、忍ばせる、さりげないのに引きつける真珠ベールの輝き。誕生、もう一つのドラマティックルージュ。新選組土方歳三の最後の戦地としても有名な五稜郭。江戸末期、外国からの防備を目的に作られました。日本では珍しい星形の形は、西洋建築をもとに作られています。銃を使った戦に備えており、城の先端を尖らせることで死角がないように工夫されています。